疲れ様です。お疲れ様です。こちら今日の資料焼いてきました。あ、大丈夫です。私はパソコンから見るんで。藤野さん、南近畿と琴尾平野にメールしておいてください。あ、南近畿土地改良調査管理事務所と琴尾平野農業水利事業所ですね。事業所は最初の地名や単語で呼んでるんや。藤野さん、淀町に連絡お願いします。淀川水系土地改良調査管理事務所ですね。淀川じゃないんや、なんか変化球やな。藤野さん、土木署にお電話お願いします。どこから始まる事業所ってありましたっけ。この人の役職何だったっけかな。この貫禄のある感じは係員っていう感じでもなさそうだし、さすがに補佐でもないし、まあ大体係長かな。藤野さん。藤野さん。あれ、いらっしゃらない。今日テレワークされてます。あ、はい、わかりました。じゃあチャット入れよう。こんにちは。こんにちは。隣の近畿です。農水省に転職して1年目の藤野です。はい、私、農水省に転職して3年目の堀金です。隣の近畿は、農林水産省近畿農政局の職員が隣にあるとほっこりするような近畿の農林水産業の魅力をお伝えしています。今回は農水省に先行採用試験で入賞した私たちが農水省に転職して感じたことをあるある形式でご紹介いたします。農水省に転職して奮闘する我々のリアルな姿を知っていただけたら嬉しいです。農水省に限った話ではないと思いますが、会議の際資料をパソコンから見ますよという職員と紙に印刷したものを欲しいという職員の対立を表現しました。どちらにも長短はあるかと思いますので、必要に応じて使い分けながらペーパーレス化を推進していければいいなと思っています。近畿農政局管内には国営事業所や事務所が8つあり、それぞれ略称が存在します。ちなみに土木所というのは土地改良技術事務所のことを指します。所属によると思いますが、農政局では結構係長の比率が高めです。係長までは役職で呼ばず、さん付けでお呼びすることが多かったりします。現在農水省ではテレワークが導入されています。実際に私も業務に合わせてテレワークをしています。藤野さんはテレワークをされていますか。いや、僕はまだしたことないんですよ。あ、そうなんですね。農水省では働き方改革などでテレワークが導入されています。業務によってできない場合はもちろんありますが、まだ職員の意識も様々でして、制度としては整ってきたので、今はいかに組織に根付くか、職員が有効に活用しているかという段階かなと思っています。